ルフィージーへようこそ。佐田敦則です。今回の動画はひたすら楽してコースデビューの補助動画になります。本編を効果的に学習するためにこちらの動画もぜひ活用してみてください。さて今回のテーマは家でできるスイングの練習法です。ボールを毎日打てる環境のある人には正直必要のない動画なんですけれども、そんな人はほとんどいないと思います。ですのでこの練習法を覚えて効率的に上達を目指してみてくださいね。それでは早速始めていきましょう。まず室内練習をする際に絶対やってはいけないのは家具を破壊してしまうことです。ですのでクラブのちょうど中間シャフトを持ちましょう。こうすることで振った時の回転半径が小さくなります。そして練習する際のグリップとアドレスですが、これはひたすら楽してコースデビューの本編を確認してみてくださいね。余ったグリップを左腰につけてアドレスをします。そしてこのまま素振りをしてみましょう。最初はこのように少しゆっくりめにスイングするのがコツです。そしてこの練習をする際に大事なポイントが2つありますよ。1つ目は脇腹につけたグリップがアドレスの時とインパクトの時に同じところに戻ってくるようにします。インパクトの際に脇腹につくのが遅かったり、もしくはアドレスとインパクトでつく位置がずれてしまってはダメですよ。2つ目はフォロースルーです。この練習をした際にだいたい半分ぐらいの方がフォロースルーでこのように引っかかってしまってうまく抜けない状態に陥ります。このようになってしまう方は次に確認する正しいフォロースルーの抜き方を確認してみてくださいね。まずアドレスからインパクトまではこのような形です。インパクトの後フォロースルーにかけて胸が正面を向きます。そしてクラブヘッド、胸が正面に来た後にクラブを上に抜いてフィニッシュを迎えます。インパクト、フォロースルー、そしてフィニッシュです。では、通してもう一度ゆっくりやってみましょう。いかがだったでしょうか。今回は家でできるスイングの練習法についてお話をしました。家にいる時間も無駄なく効率よく練習をすることでコースデビューにぐっと近づきますよね。それでは今回はここまで。この動画を見てひたすら楽してコースデビューの本編が気になった方は概要欄にリンクを載せてありますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。